皆さんこんにちは、アイです。はい、私は今どこにいるかと言いますと、キョンジュにあるブルーワンリゾートに来ています。なぜ来ているかというとですね、運動動画はご覧いただけたかでしょうか。そこで私が目標にしていたビキニに似合う体作りをしようという約10回の運動が終わったので、今日はその目標達成、じゃじゃーん、到着しました。ソウルストアさんからビキニを提供していただいて、すごく可愛いビキニが5着ほど届いたんですが、もう選ぶのがすごく可愛くて大変だったんですけども、もともとグラビア出身ということで水着選び、皆さん気に入るものもあるかなと思いますということで、まず1着目から着ていこうかな。いろんな種類を頼んだんですけど、そうだな、ブルーの水着、色がすごく気に入ってこれを買いました。でハイウエストのこのアンダーショーツっていうんですかね、あと上はこういう感じになっております。ということで、もう早速着替えてお披露目したいと思います。緊張する。じゃん、着替えてきました。どうですか、すごい色が鮮やかで、インスタ映えとかもなんかすごく期待できそうな時です。後ろがハイウエストなので、こんな感じでツルツルした生地で、もう後ろはもうがっつりシンプルな感じですね。で前の水着はこれなんていうんだろう、ここが浅いタイプなので、ちょっとサイズが私には合わなくて、フリーサイズ頼んだらここのカットが合わなかったので、これちょっとフリーサイズではちょっと着れない方がちょっと多いかもしれないのがちょっと注意点なんですけど、色がすごくお気に入りです。水着久しぶりに着すぎて、これで合ってるのかどうかちょっと不安なので、今日はちょっと助っ人をお呼びしたいと思います。ユンチェさん、どうぞ。いきなりどうぞって言われても久しぶりにね、久しぶりに。まず色いいね、やっぱり、夏、ザ・夏的な感じ。似合う私、うん、似合う。何よりね、これね、海とか行ったら大体みんなさ、ほら白とか黒とか水色じゃん、これ、うん、水色だけどちょっと色がこう青っぽい、ね、こういう感じがいいし、何より私これ一番気に入る、これこのさ、そう、うん、これシャリンしてるところがさ、生地がこう長くなって、こういう感じで、こういうシワ、シワ、座りますと女の子が座ったりとかするとこう虹になったりとかするじゃん。そうなんだよ、それ隠せるのよ、完全に。そうだ、ね、完全に隠せるのよ、下っ腹隠し、このデザイン隠せるからね、超いいし、ハイウエストだからね、やっぱり女の子はね、こうお腹が気になるじゃん。まあ足も長く見えるしね。そう、足がなんかこっちから足になりますって感じだから長く見えるし、でもこのカップがね、多分私は合うと思うよ、こうなんか胸の形が私、はこう大きいの、うん、真ん中に集まってる子とこうなってる子、分かるこういう子に絶対ぴったり。あやかでさ、結構こういう形してるじゃん、真ん中にこう綺麗にちゃんと乗ってるじゃん、そういう子にはやっぱりね、確かに、うん、あと私は鳩胸気味なので、ここのカップのここの線で結構ちっちゃくて窮屈に見えちゃうのが、胸が大きいなんじゃない、いやっていうか形がちょっと合わなかったかなっていうのが、まあ注文するときに気をつけてほしいことですね。でも色とかデザインはすごく可愛いので、取り外しして使えるんですよ、ほら良くなる、全然いいじゃん。あ、こっちの方がいいから、こっちの方がいいじゃん。あ、確かに私の多分胸の形はこっちの、そうだよね、外した方が合うとことか、うん、の方がいいかも。2パターンで多分その人に合うように、ね、うんうんうん、着れるっていう。これいいじゃん、これこっちの方がデザイン的にも可愛いね、うん、なんかもうちょっとこれだと元気系の髪の毛やってみたりとか、うん、結んだりとか、だんだん下がったら上げたりとかする、ね、ちょっとそれはあるけどね、うん、ということでこんな感じで、他のものも見せて、うん、1着目でした、じゃあ、うん、着替えてきますね、夏かね、
手の水着はですね、ブラックの水着を紹介したいと思います。これが、まあ、さっきのとは多分だいぶ違ったイメージになると思うんですけど、大人スタイルな水着ですね。で、背中はこんながっつり開いてるんですよ。で、これその頼む時にすごい決め手になったのが、このウエストの部分でちょっとウエストが出るんで、こうくびれができるように見えて、まあ、それですごく気に入って買ってみました。ということで、とりあえずこれも着てきたいと思います。かわいい。こっちの方がいいかも。あ、本当？こっちの方がいいか。いいっていうか、こっちもいいね。どうですか？ね、これめっちゃスタイルよく見える。あ、本当？なぜかって言ったらね、パッと歩いてきたらね、ここ履いてるじゃん。めっちゃ細長。それを狙ったのよ、私も。細長。めっちゃいいじゃん、これ。ね、ここに。え、わかんない。しかも後ろから見たらビキニだよ。あ、そうだね。後ろから見たらビキニで、前から見るとワンピース。両方できる。で、これデザイン的にそこまで別にセクシーじゃないんだけど、色をセクシーだよ、これセクシーかな、うん、色を黒にして、で、私のさっきの、うん、その水着よりかは、私こういう脇中のここが高いやつが、そうだよね、折れるっていうか、うん、で、あんまりパッドが入る形じゃないんですけど、うん、こうなんか家族旅行とか行って、うん、分かる？家族旅行でパパとかお兄さんとかなんか弟とかいるのにビキニとか着るのってさ、たまにも気まずいってあるじゃん。これいいかも。可愛くないみたいな、そういう感じでもないし、うん、ちゃんとスタイルよく、うん、私はここの胸のところのデザインがすごい、そこまでセクシーじゃないくてカジュアルなんだけど、まあ盛れるし、で、後ろはセクシーで、そうなの。私結構セクシーに見える。多分色がね、黒だからなの。なんかいろんな色があったのね。オレンジとかあったんだけど、それはもう、ね、結構カジュアルな方になっちゃったんだけど、うん、こういう大人っぽい水着持ってないなと思ってこれにしてみたけど、ね、ちょっと正解だね。黒だからやっぱ色しまる。こっちが好き。私いいじゃん、これ似合ってますよ。ありがとうございます。まあ、これねすごくねフィットして、こういうところで遊ぶのはさっきの水着よりかはこっちの方が、あとここ高いんだ。高かったらね、太ももがこう太い人っているじゃん。なるべく上に上げた方が足が長く見えるから、これ細長、これすごいスタイルいい、うん、スタイルすごいよく見える、うん、っていう感じの水着が欲しくなってきた。あ、ほんと？体型を買うかも。ぜひぜひ、いろんな色あるので、ね、うん、で、これが2着目がユンチ、すごいお気に入りのユンチお気に入りの水着でした。ということで、3着目着ていきたいと思います。次行ってきて